どうもイエルン不動産の沖でございます。今回は不動産買取、不動産売却の流れと諸費用を徹底解説、こういったタイトルでお話をしていきたいと思います。お話の流れとしてはこちらになります。一つ目は不動産買取の流れ、諸費用、注意点について。二つ目は不動産売却の流れ、諸費用、注意点について。大きくこの二つに関してお話を進めていきたいと思います。まず一つ目の不動産買取の流れに関してですけれども、大きくまず不動産の査定の準備、その次に不動産会社さんの査定のご依頼、基本的に3社以上必ず比較するようにしてください。その次に不動産の取引のスケジュール、あと条件の確認、その次に契約書の確認、契約の締結、最後に不動産のお引き渡し決済という流れで進めていきます。まず一つ目の書類の準備ですけども、登記識別情報もしくは登記済権利証というものを手元に用意してください。あれば不動産を購入した時の売買契約書、あとは全部事項証明書、これ土地建物の面積だったりとか概要が載ってるものですね。あとは土地の測量図面、その他には間取り図、購入時のパンフレット、あとはあれば耐震診断報告書等、こういったものがあるといいかなと思います。2つ目の査定の依頼に関しましては、先ほどお話しさせていただいた通り3社以上は最低でも比較するといいかなと思います。不動産買取会社さんによっては100万以上変わるっていうことはよくある話になりますので、比較するのがめんどくさい、比較しなくてもいいやって思われる方もいるかもしれないんですけども、100万以上変わる可能性があるっていうことを念頭に置いていただいて比較するようにしてください。その次に不動産の取引のスケジュール、条件の確認ですね。具体的には不動産の決済引き渡しの日付であったりとか、契約解除期日であったりとか、手付金の額、残地物をどうするか、そういった条件を確認してください。そしてその次に契約書の確認、契約の締結を行っていきます。最後に引き渡し決済という流れになっていきます。でその次に不動産買取の諸費用なんですけども、もちろんこれは物件によって変わってはくるんですけども、まず司法書士の先生に登記費用お支払いする必要があります。あとは土地の測量が必要であれば測量費、あとは固定資産税の精算金、あとは印紙税、そういったものがおおよそかかってくるものになります。細かくはその取引で営業担当の方に確認いただくといいかなと思います。不動産買取の注意点なんですけども、先ほどもお話しさせていただいた通り、不動産買取会社さんによって100万以上変わるっていうことがよくある話になりますので、必ず比較するようにしていただくことをお勧めします。次ですね、不動産売却の流れ、諸費用、注意点ですね。まず不動産売却の全体の流れなんですけども、不動産買取の取引の流れと大きくは変わってはこないです。大きく変わるとしたら、まずはじめにこの不動産会社さんに販売をお願いしようって決めましたら、媒介契約っていうのを結んでいきます。この媒介契約っていうのが主に3種類、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約、大きく3つあるんですけども、どの契約形態で結ぶかっていうところ、ここが大きく変わってくるかなと思いますので、ここをしっかりどの媒介契約形態で結んでいくのがいいのかっていうのをしっかり考えていただいて契約するようにしてください。次ですね、不動産売却の諸費用なんですけども、こちらに関しましても不動産買取と大きく変わるところは、不動産売買の取引にかかる仲介手数料ですね。不動産会社さんが仲介として売り主さんと買い主さんの間に立って仲介取引のサポートをしていただく場合に関しましては、その不動産売買仲介業者さんに仲介手数料をお支払いする必要がありますので、ここがかかるかかからないかっていうところが大きく不動産買取の取引と不動産売却の取引で違うところになります。最後ですね、不動産売却の注意点ですね。こちらも先ほどお話しさせていただいた通り、売買契約主に3つございます。どの売買契約で不動産会社さんと結んでいくかというところは非常に重要なポイントになりますので、ここをしっかり考えていただいて結ぶようにしてください。こちらもどの不動産会社、どういった営業担当者、どれぐらいの金額で販売していくか、主にこの3つが大きなポイントになりまして、これが1つでも誤ってしまうと全く売れないとか満足のいかない取引につながる可能性が非常に高くなりますので、必ずこの3つを抑えて不動産売却を進めることをお勧めします。詳しくちょっと知りたいよって方に関しましては、概要欄を見ていただいて、イエルンのサイトをぜひご覧ください。では本日は以上になります。ありがとうございました。